過去最悪ペースで新型コロナウイルスの感染が拡大する中国では、スーパーへの入店に PCR 検査が必要になるなど、対策が厳しさを増しています。中国本土では12日に新たに 27,920 人の感染者が確認されました。95% が上海に集中していますが、感染者が1人だった湖北省の武漢でも、スーパーへの入店や公共交通機関の利用に48時間以内の PCR 検査が義務付けられました。市内の PCR 検査場は大行列で、いつまでこんなことを続けるのかという声も上がっています。またロックダウンが1ヶ月以上続く吉林省の長春では、住民らが食器を叩いて食料が足りないと訴えました。この活動を呼びかけたとして、男女3人が公安当局に摘発されています。